とことんやりこむ、どうもなおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はこの装備でデイリークエスト行ってみたいと思います。久しぶり使うなこの装備。闘志の締め具のノーマル品、エンチャントが輝き旋風雷だね。この雷のやつが、今回ちょっと使ってみようと思ったのが、これだね。ウィザーのアーマーが、これ、雷フォーカスがついてます。75% アップするので、まあ、雷がついてるやつがかなり強化される感じだよね。まあ、とりあえず今日行くデイリーミッションだけども、ここです。レベル3だね。砂漠の寺院。まあ、あんまり変更点は関係ないかな。プレイヤーは魂が4倍になって、魂の速度のエンチャントを装備してます。で、敵だけども、近接モブの 15% がスポナーに変わるってやつ。まあ、大丈夫でしょ。プラス25行きましょう。さあ、どんな感じになるんでしょう。このクールダウンショットの使い方もだいぶ慣れてきた。敵早い。動き早いな、お前ら。でも大丈夫。よっしゃあ。あ、変更ついてんのか、お前。あ、で、霊気ね。おかしいと思ったんだ、なんか動きは。あ、霊気ですよ。はい。いい感じね。防護付きに結構ダメージも与えれてるんで、いいんじゃないですか。おい、ちょっと待て。ほう、このレベルのね、あぶね、やけどは痛いな。このレベルのやけどはめちゃくちゃ痛い。よし。で、このウィザーアーマーだけど、黄金スキルがね、回避の後に速度を上昇させるってやつだったのよ。微妙かなと思ってたら、意外と便利。やっぱり、なんかこういう、オートと攻撃力をね、マシマシでいくと、移動がね、遅くなるじゃない。それを、補ってくれるんで、結構いいよ、これ。危ねえ。硬えな、スポナー。スポナーがむちゃくちゃ硬い。なんだ、これ。はい、はい、はい。いや、おお、いってえな。でもね、これ死ぬのも前提に入れてるから。ウィザーアーマーは、ライフブーストが入ってるんで、最終的には HP 倍だ。倍になるんで、大丈夫です。多分全滅することは、ないんじゃない？いや、あり得るかな。ちょっと前にね、古代狩りの、大丈夫か？あそこ。無敵か。あれとね、戦ったんだけど、いけたもんね。意外といけた。もう最初のうちは、一発殴られると、死んじゃってたんだけども、最後の最後になると、一発耐えたもんね。まあ、それでも一発だよ。あれの攻撃耐えれるって、まあ、ほんとすごいことだからね。いや、まあまあ、とりあえず、クリアしていくぜ、今日は。毒の雲とか、すっげえのついてるな。よし、待て。パワーシェイカーが、本当これが、結構なダメージソースだから、おい、大丈夫か。入れていかないとね。よっしゃ。ああ、ちょっと待って。ここはやりにくいぞ。よし。あー、いた！待て。返せ。よし。しっかりとね、継続させていかないといけないよ。よっしゃ！突っ込む！オーブねー。よっしゃ！さあ、あるかな？どうだろう。おいし。いいね。これ反対側の向きの時も
入手できるようにね、早く変更してほしいんだけどね。これ変更されないな。おそらく。よいしょ、おいしい、おいしい。これ、ボスは、どうなんだろうね。パワーシーカーで行った方がいいのか、それとも、ドラで行ったがいいのか、ちょっと悩むところやね。ま、あぶね！あぶね！ダブルダメージ。で、しかも味方回復。あー。かってぇな。待て待て。よし。待って。いかん、いかん、いかん、いかん。ピンチだ。ここで来る？ここで来ますか？やっべ。ああ、変更だ。ここで来るか。あそこではやばいって。よし。で、これで戦えるね。来なさい。よし。勝てーなー。あぶねえ。ちょっと待って。どこいんの？ん？挟まってる？あ、挟まってたね。いけ。おいじゃ。なんか思ったほど火力がない気がするんだけども、倒せないか、これ。おっしゃ、なんか動かなくなってた。うぅ、来ちゃった。ギャー、エモから。やべえ。しかも捕まっとるし、ちょっと待て。しゃあ。くぅ、なんじゃこれ、わけがわからん。なにこれ。やばい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 、ポーションバリア切れる。やばい、動けない。こいつがなんか重力かなんかついてるでしょ。全く動けないんだけど。よっしゃ、いけた。待て。なんとかアースシェイカーを入れて。よっしゃー。ちょっと待て。わけわからんくなった。なんじゃこりゃ。ああ、もう。しゃあ、ボス到着。パワーシェイカーでいいか。いいよね。うん。ちょっと待って。しっかりと、貯めていきます。もうショート棒、ほんとこれね、ここだけでは、ほんとに、超役立つ。よし。行くぞ、どこだ。かっ、いった。嘘でしょ、バカみたいに、痛い。あ、そうか、もともとこいつ攻撃力むちゃくちゃ高かったか。いや、痛い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 。痛い痛い。そうか。こいつの攻撃力もともと高いんだ。そうだそうだ。おお、びっくりした。何してんの、何してんのこれ。よっしゃ。OK。ちょっと待て。ああ、びっくりした。おーいおいおいおい。でも大丈夫、やられることはない。次は。もう HP がだいぶ上がっとるからね。こっからが本領発揮。うん。この状態になってしまえばもう、負けることはない。しかし相手勝ってえな。むちゃくちゃ硬いな。しゃ。ちょ、ね。HP 高っ。こんなんだったっけ？こんなんだったんだろうね。むちゃくちゃ勝って、ほんと。しゃあ。倒したけども、ドノーマル品だったね。はい、クリア報酬。アーティファクトでしょ？なんだ？普通の矢か。はいはい。デイリーでもらえるアーティファクトはね、レベルがめちゃくちゃ高いから、嬉しいんだけども、まあまあ、いいとしましょう。はい。では今日はデイリークエストレベル3クリアしていきました。なんか意外と簡単にいけたね。ではまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。